こんにちは、なぎです。今日はライトルームとラットジェネレーターっていうフリーのソフトを使うだけでオリジナルのラットを作れるようになるやり方をご紹介したいなと思います。この動画最後まで見ていただくだけで自分だけのオリジナルラットをめちゃくちゃ簡単に作れるようになりますので、ぜひ最後までご覧いただければ嬉しいなと思います。で、途中でね、わかんないこととかがあればコメント欄にコメントいただければ、僕できるわかる範囲で回答しますので、ぜひこれ参考にしていただいて、満足度の高いラットを自分で作っていただければと思います。早速チュートリアルやっていきましょう。それじゃあ早速やっていきましょう。今回の素材は先日ポカリスエットの CM を作った時に撮影した素材を使っていこうかなと思います。これね、ローで撮ったものです。ブラックマジックの、ローで撮影したものなんですけれども、この状態でまずこれをね、画像にしましょう。静止画にしましょう。ここ押していただいてフレームを書き出しでOK しますね。で、保存先ここに書いてあるんで、好きなところ選んでいただいて OK だと思います。この参照からね、保存先を好きなところ選んでください。で、 OK を押します。で、 OK を押したら、ライトルームに読み込むんですけれども、ライブラリから読み込みで、先ほど書き出ししたこれですね。はい、この素材をドラッグ&ドロップでここに持ってきてあげましょう。はい、これで読み込みされたので次は現像していきましょう。で、ここから色作りなんですけれども、今回はですね、ちょっと緑がかった感じの色合いにしていこうかなと思います。まずここからね、ここからいじっていきましょう。色かぶり補正をちょっと緑の方に寄せて、はい、露光量ちょっとだけ上げましょうか。で、コントラスト強めに上げてあげて、ハイライトはどうかな。ハイライトちょっと下げましょうか。はい。で、シャドウもちょっと下げて、白レベルは少し上げて、黒もこんな感じかな。OK かな。じゃあ次はですね、ここ、トーンカーブちょっといじります。トーンカーブは2箇所ぐらいにここ点を打ってあげて、こっちがね、暗い方ですね。で、こっちが明るい方に影響するので、ここもですね、ちょっとコントラストつけるためにシャドウちょっと下げて、ハイライトの方をちょっと上げてあげましょうか。じゃあ次はこの辺をいじっていきます。ちょっと緑っぽい感じにしたいんで、緑を濃くしてあげて、あと顔の色があんまり良くないんで、これクリックして、顔のどっかね、クリックしたまま右とか左にやるとこんな感じで、クリックした色のところの濃さとかが変えられるので、今回はですね、ちょっとだけ肌の色をよく出すのに、これぐらいしときましょうか。で、次はサイドなんですが、まあ、ここはそんなにいじんなくてもいいかなと思うんですが、緑を濃くしたかったらグリーンのところを右に上げて、薄くしたかったら左にするって感じなんですが、まあ、今回はここはニュートラルでいいかなと思います。イエロー、どうかな？イエローのサイドちょっとだけ下げましょうか。こんな感じにして、オレンジ。で、次はここですね。明るさをいじっていくんですけど、これぐらいにしておきましょう。はい、これで、色が大体できたかなと思います。ちょっと待ってよ、サイドちょっと上げておきましょうか。自然なサイド少しだけこれぐらいにしておきます。じゃあここまでできたら、このですね、色をコピーします。左下のコピーを押して、で、設定はですね、こんな感じでつけてください。色表現とプロファイル、ホワイトバランス、基本補正のところとトーンカーブから、明暗別、色補正と、あとここですね、処理バージョンとキャリブレーションにチェックをつけてコピーをします。じゃあ次はですね、このラットジェネレーターを開いてクリエイトアホールドを押します。ポン、押したら、このね、保存場所を選べるので、今回デスクトップに保存しておきましょう。オープン。で、そうするとですね、今度はデスクトップに、このラットジェネレーターの
なんだろう、独自のなんかね、こういう網網のねカラーのやつが出てくるんで、これを今度はライトルームに読み込みます。ライブラリでさっきのこの網網をポンとやってあげて、でまた読み込みを押します。はい、読み込んだらまた現像をして、さっきの、コピーした設定をペーストします。ポン。そしたらね、こんな風に色が変わるので、これを書き出しましょう。ファイルから書き出しで、書き出しの場所ね、デスクトップにしておいて、名前を変えた方がいいので、ここはですね、ポカリテストにしておきましょうか。これがラットの名前にもなるので、ここはね、分かりやすい名前にしておくといいかなと思います。で、書き出し、はい、で書き出しが終わったら、さっきのラットジェネレーターを開いて、これちょっと邪魔なんで消しておきましょうか。ラットジェネレーターを開いて、コンバートトゥーキューブですね、これを開いて、さっきのポカリテストと書いたこの素材をオープンします。はい、するともうここにラットのファイルができてるんで、これをさっきの素材に当てていきます。プレミアを開いて、調整レイヤーを乗っけてあげて、でクリエイティブのルックのところから参照をして、デスクトップのさっきのポカリのテストのラットを当ててあげると。それだけでね、こんな風にもうラットが、さっき作った感じの色合いのラットができます。でこれだとね、ちょっと色が濃い感じがするので、ここの強さのところで弱めてあげて、はい、であとね、最終の仕上げなんかはもう一個、ね、調整レイヤー乗っけて、こんな感じしましょうか。下の方でまたいじってあげて、こんな感じかな。はい、ちょうどいい感じにするのがいいかなと思います。で調整レイヤーにラットを当てると、他のクリップにもラットを当てやすくなるので、これまた別のカットなんですけれども、こんな感じで他のクリップにもラットを当てやすくなって、さらにここカットしてあげて、個別にね、この下の調整レイヤーだけちょっと明るいなと思ったら、露光量ちょっと下げたり、コントラスト下げて、ハイライト下げてとかね、こんな感じで個別にいじったりできるので、調整レイヤーに乗っけて、ラットを当てたり、他の色味の調整をするといいかなと思います。で細かいカラーグレーディングのやり方はまた別の動画で出そうかなと思います。今回はね、ラットの、作り方と、あと簡単な当て方をご紹介させていただきました。ぜひ参考にしてみてください。いかがでしたでしょうか。本当に簡単に、オリジナルのラットが作れるようになったかなと思います。でラットってめちゃくちゃ便利なんですけど、一回作ったそのラット他の素材とかに当ててもなかなかうまくいかないケースもあって、それはもう明るさが違ったりね、いろんな要因でぴったり当てはまらなかったりもするので、ラットはちょっと薄めに当ててあげて、で他の調整レイヤーで、ルメトリカラーの数値をいじって、適切な色にしてあげるのが使いやすいかなと思います。ぜひやってみてください。はい、ということで本日の動画は以上になります。この動画いいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。あとこんな動画撮ってほしいとか、今回ここが分かんなかったよとか、なんかいろいろご要望があったらぜひコメント欄にコメントいただけると嬉しいです。じゃあまた次の動画で会いましょう。したっけね。